ということで、いきなりなんですけども、どうも。ちょっとね、ネットでネットサーフィンをしていたんですよ。ネットでネットサーフィンをしていたんですけど、ツイッターを見て、ああ、匿名の方、クマさんです。ありがとうございます。あのですね、ネットでネットサーフィンを見てました。ネットサーフィンをしてて、まあ、ツイッターとかも見てたんですけど、ツイッターとか見たときに、なんかね、すごい美味しそうなのがあって、僕リツイートしちゃったんです。リツイートしちゃったんですけど、めっちゃ美味しそうなのがあった。なんかスタバの、なんだっけ、ミルクフラペチーノじゃなくてバニラクリームフラペチーノってのがあって、牛乳とミルクのなんかこうフラペチーノらしくて、めっちゃうまそうと思って、いや、ここまだ家なんですけど、家の庭なんですけど、それ買いこうと思って、まあ、それだけなんですけど、だからこれからちょっとスタバ向かいます。はい。あとね、ついさっき、ほんと2時間前ぐらいにね、伊原亮っていう、あのブレイキングダウンとかに出てた朝倉未来のね、ブレイキングダウンに出てたね、伊原亮っていうなんかね人がいるんですけど、あのアデサニアと戦いたいとか、なんかすごい生意気で面白いやつがいるんですけど、なんかその人がなんか内部告発みたいな動画上げてた。まあざっくり言うと、そのブレイキングダウンはやらせ的な台本的なものがあるみたいなことをなんか言ってたんだけど、自分の動画で上げて、まあそりゃそうだよねって、1000万企画もブレイキングダウンも明らかに構成作家とか台本とかなしではありえないような展開ばっかだったから、まあそりゃそうだろうなって思ったけど、まあそんなことはさておき、はい。そうよ、じゃあとりあえず、スタバに向かいたいと思います。もう令和版のガチンコファイトクラブだよね。今朝 A 版になったやつがいる。え、そうなの？ A 版って何か、ね、ふわっちですか？そんなやついるんですか？もうふわっちなんかでもさ、みんな気違いの集まりだからさ、もう誰がもう A 版になっても、もう正直、ああ、そうなんだぐらいしか思わない。まあそれは誰かされるでしょ、こんだけ気違いればみたいな。ということで、次は行き、あ、次はじゃない、向かいたいと思います。バタンタさん、ブレイクとブレイクの違いもわからない席。引っかかってたんだ。ハオシンさんはおしんが来たぜ、ハゲコラ。お前がさん、そっちも雨か。イントアイズさんを謝罪かよ。まんまんおばあちゃんさん、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス。エレンさん、ヨスさんは休止中。ハオシンさん、まんまんおばあちゃんギター。ハオシンさん、無表。おおおおおおお。ハオシンさん、まんまんおばあちゃん来た。ユニークパイソンさん、こんにちは。こんにちは。まんまんおばあちゃんさん、スタバ近いのかよ。ケン、V、R、G、M、さん、煙すごい。一番近いスタバまで、イナプーンさん、こんにちは。多分1時間はかかんないぐらい。それでもね、1年前ぐらいにね、その一番近いスタバができたんですよ。ユナさん、カチカチうるさいワイパー。エレンさん、謝罪きたこれ。カキさん、すご。ゴムが外れてる。まんまんおばあちゃんさん、バカでしょ。1時間はかかんないと思うんですけどね。一大三円。塩ジュース飲みたいさん、今日もゴミみたいな生活してるの。そうです。ゴミがゴミみたいな生活してます。まんまんおばあちゃんさん、スーパーにも行けよ。
エレンさんスタバ行くのに1時間は遠い。ミナムーンさんのどかやのは、ハオシンさん毎日が日曜日だねえ。アンコさん長トロは雨なのか。ダイナミック今チャンさんモスもマックも1時間。イントーアイズさん長トロ遊びに行きたい。ケン、VRGM さんゴミの根性。お前がサンスタバ行くならメロンのやつも買って。日大さん毎日がエブリデー。ハオシンさん通過、リスナー脅迫したことに関する謝罪っていつしてくれるの？リスナー脅迫したことないんすけどね、さっきのことを言ってると思うんですけど。マロさん昨日メロン売り切れてた。これ名誉毀損ですよ。まあ、リスナー別に脅迫してないのに。0時010分3円、あたかも俺が脅迫したような。ハオシンさん冗談だよ、わらわら。名誉毀損であなたが犯罪なんですけど、分かってますそれ。これ別に脅迫するようなこと一言も言ってないんですけど。さあ、あなたが犯罪してるの自覚あります？名誉毀損ですか？3キャラメルフラペチーノはまずいの。だって脅迫って犯罪じゃないですか。青新さん聞いちゃった。別に脅迫なんてしてないのに、あなたが俺が犯罪をしたみたいな言い方してるじゃん。明らかな名誉毀損ですよ。 VRGM3 脅迫客にされてる側か。ネイビー命4号機さん、ネネ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 バンバンおばあちゃんさん聞いちゃった、わらわらわら。日大さん来た。ワンプッシュスピエロの顔さん、のどかな場所だね。ミナムーンさん漂白剤、支払いの話になるとすぐ逃げる脱税犯罪者さん。ネイビー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 。ハオシンさん、うおーおーおー、ネイビー来た。ミナムーンさん来た。ハオシンさん、ネイビー最高、おー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 。ケン、VRGM、さん、懲りないだ。0時010分3円ちょうだい、50円を、ケチるくせに、車で1時間かかるスタバに向かう席。ちなみに、延長チケット、この配信開始する前に、5枚買いましたよ。支えしながらさ、途中で切れちゃったあれだと思って。250円かかったよ。あらかじめ買っとかないと自動延長できないからね。匿名府はしくんさんハッピーハートをプレゼントしました。ハッピーハート。エレンさん、しかしまあ長トロってのどかな場所やだ。ミナムーンさん、シンゴの歌もやって。バンバンおばあちゃんさん、花火をプレゼントしました。秘密のプレゼンターさん、ふわふわくまさんをプレゼントしました。塩ジュース飲みたいさんで、ルナさん、ガソリン代の無駄遣い。ネイビー命4号機さん、パルネイビーパルネイビーパルネイビーネイビーネイビーパルネイビーパルネイビー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 ブータンネイビーブータンネネ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 ゆで卵さん、ネイビーブルーさんが粗大ゴミをプレゼントしました。ネイビー命4号機さん、解説席慎吾35歳 FX 出た額のお金を溶かし、親であるヨシエさんを泣かせる。そしてネイビーブルーに論破できなかったのに敗北を認めず、現在に至るヘリクツ大王のメンヘラにストーカーの恥さらし。匿名府はしくんさん、あたりボーナス10ポイント短冊をプレゼントしました。10点、短冊あたりあざす。本当かな、本当に来たかな。とにかくね、支払いの話になるとすぐ逃げる脱税犯罪者さん。バニラクリームフラペチーノっていうやつがめちゃめちゃうまそうなんで、飲んだことないんですけど、それ飲もうかなと思って。なんかソフトクリームのイメージとしては、ソフトクリームのちょっとシャーベット感があるような感じだと、生クリームみたいなのがこう上に乗ってみたいな。埼玉県長瀞町大麻坊野上975番地後さん、苦しんで吐いている顔。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。
ハオシンさん無理無駄おっさん関氏んご。カインさん嘘だよ。ネイビー命4号機さんネイビーに完全敗北した男関慎吾。ネイビーに完全敗北した男関慎吾35歳。ネイビーとガチアンチにビビる弾丸慎吾35歳。すぐブロックする男関慎吾。腰抜けブロックマン関慎吾。ゆで卵さんネイビーブルーさんがうんこをプレゼントしました。埼玉県長瀞町大麻門野上975番地5さんネイビー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 支払いの話になるとすぐ逃げる脱税犯罪者さんネイビーブルー最強ミナムーンさんわらわらわらハオシンさん食べ物関連還元率税金パチンココロナドラゴンボール UFO 星 UFO 白書ダウンタウン島田紳助はじめ社長ヒカルエナコ AKB ヒカキン星 NG の話題よろしくね。ほんとさお前がもし一大さんわら小村ツイストさんバカの質覚えかよわらわらわら何歳だお前633ネイビーリッテルドアホマジでくだらないエミさんマジうるさいバカどもくだらないし面白くもないしミナムーンさん発信後のやつもやってやオズさんさすがにアンチキモイうるせえだけじゃん匿名不和志君さん嵐は挙手やめて10点ケン VRGM3 連動話外ネイビー命4号機さんあるネイビーあるネイビーあるネイビーネイビーネイビーあるネイビーあるネイビーあるネイビーネイビーネイビーあるネイビーあるネイビーあるネイビーネイビーネイビー支払いの話になるとすぐ逃げる脱税犯罪者さんネイビー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 コブラツイストさんくだらねえ野郎だよな連投してよ頭あくりーよなハオシンさんお前が配信面白くしろよわらわらルナさん他人の劣化パクリゲーしかできない36歳633ネイビー好きなら来るなアホエレンさんしかしまあこの景色実家を思い出すわカインさんくるくるミナムーンさんうせえわらハオシンさんあまりにもうるさくて草支払いの話になるとすぐ逃げる脱税犯罪者さんネイビー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 支払いの話になるとすぐ逃げる脱税犯罪者さんネイビー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 マガイヌさんゲシュタルト崩壊しそう支払いの話になるとすぐ逃げる脱税犯罪者さんネイビー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 ミナムーンさんネイビー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 ハオシンさんうわああ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 あ頭がああ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 姫ちゃんリボンさんネイビーうるさいたまには信号も読み上げ切らず戦おうぜコブラツイストさん連投ばかりしてガキかよ支払いの話になるとすぐ逃げる脱税犯罪者さんネイビー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 姫ちゃんリボンさんそれだ県 VRGM さん通報できないの怒りイントーアイズ三席さん、投票行きました ?0 時010分3、アッスン号、アッシン号。絶対匿名希望、黒崎さんも、はや、ネギに聞こえる。コブラツイストさんバカだよねえ、くだらない連投。まんまんおばあちゃんさん、そろそろ飽きてきた。姫ちゃんリボン、三章もないやつよな。日大さん、さすがに眠くなるわ。ミナムーンさん、ネイビースン号。あり、さん暇なんですね、レンコ。カインさんどうもです。お疲れ様。
これさ、県 VR GM さん他のみんなが不快です。左右の人青新さん判断おーおーネイビーブルス対抗者さん、これ判断間違ってるよね。オブラツイストさん連投して何が楽しいのか不思議だわ。なんか止まってることによって、他の視聴者にも迷惑をかけるな。なんかむしろバンバンおばあちゃんさんブロックすれば、救急車がちょっとあの行きにくくなってない。救急車だ、ゆで卵さんネイビーブルーさんがゴキブリをプレゼントしました。止まって左に寄るのはわかるんだけど、エレンさんネギに聞こえる。それはいいと思うんだけど、あの対向車側がさ、さん本当にそれだ、一大さんマジか、イントワイスさんマジかよ。その あれでなんかこうあっち側とさ、こっち側がさ、左右にさ、こう寄ってもさ、なんか中央のスペースが狭いからゆっくりしか進めなくなっちゃうじゃん、救急車が。でこっちが左側に寄るのは分かるんだけど、あっち側の対向車はさ、普通に走っとくべきだよね。レッドさん、どんどん部屋片付けろ、悪いけど。ゆで卵さん、ネイビーさんが腐ったみかんをプレゼントしました。岡田さん、チーズ。日大さん、なるへそ。県 VR GM さん、天気悪いな、しかし。ふぅ。青新さん、秋田は。新さん、なんか面白い話してくれ。バブイオ G19 マーク4,5銭付き3キャラメルフラペチーノは美味しいですか。ダイスさん、ヨッサン行方不明で家にもいないよ、汗心配だね。知らねえよ、あの GM さん長い運転だ。岡田さん、車なんですか。イントアイズさん、関さん、ボーナス支給費です。俺はボーナスもらえるし、関さんは投げ銭をもらえる、ウィンウィンの関係ですね。支払いの話になるとすぐ逃げる脱税犯罪者さん、ね、あんななんかもう1のことをね、0のこと100で言ったら1のこと100で言うさ、ホラ吹き野郎なんかもう俺信用してねえから。あんなホラ吹き野郎に騙されてるやつあかんと思うよ。アリンさん、また始まった、吐きそうな顔。マジでカインさん、予算毎回毎回さ、なんか重大発表とかさ、配信タイトルにつけてね、重大発表なんてそんな何回もねえだろって。ただの無職がよ、無職の小じき野郎がそんな重大発表なんか毎回毎回あるわけねえだろって。その時点であこいつうさんくせえな、ペテン師だなって。なんかそれっぽい、なんか人が集まるようなことさ、なんかタイトルつけて人集めようみたいな魂胆ももうバレバレだもん。なんかああもうこいつそういうやつだなと思うもん。でなんかすぐさ、なんか配信引退しますとかやめますみたいな感じでさ、ね、それでそう、どうせ数日後にはもう配信してさ、それの繰り返しじゃん。大霊関さん、ルーマン、そんな狼少年なんか俺も信用してないから。そんなのでさ、毎回毎回そんな発言にさ、うわどうしたの心配だとかでさ、あのさ支払いの話になるとバカなのかなと思う。もう何回騙されてんだよ、狼少年を最後までお前信じんのみたいな。脳みそ中腸頭蓋骨と交差した骨、どうでもいいわ、あんなやつが死のほうがいいよ。土下座組合さんよとさ、あんなホラ吹き野郎がよ、人面犬さん、しんこさんに脱税して指摘している人がいるけれど、指摘している人が税金を払っている証拠を出せない。本当のこと言ってももうそいつなんかもうそいつが行きようが死のほうが狼食われようがどうでもよくないもん。心配しない、マジで。エレンさん、狼少年、心配してほしいんだったら最初からそうやって嘘ついてじゃねえよって話だよ。事故するよ、嘘ばっか言ってきたからもう信用なくなっちゃうんだから。くだらない、どうでもいいやんなの。死のうが生きようがどうでもいいわ俺は。ルナさん、また他の人の誹謗中傷。狼少年でもないけどね、狼中年だよ。あのヒゲメンに終わりの始まりを感じる。イントアイズさん、ヨッサンに乗って競馬勝ったこと一度しかありませんよ。支払いの話になるとすぐ逃げる脱税犯罪者さん、ビジネススーツを着て空中浮遊している男性、ビジネススーツを着て空中浮遊している男性、ビジネススーツを着て空中浮遊している男性。カインさん、ほとんど当たったことないですわ。エレンさん、ヨッサンっておしっこをペットボトルに溜めてるって本当ですか。本当ですよ。アキちゃん、パンダの顔、
サンスタバまでどれぐらい？スタバまで、まあ俺ん家から50分かかんないぐらいじゃないですか。まあでも、3分の1ぐらいはもう来たかな。いや、3分の1で来てるか。ネイビーの地4号機さん、ネイビーと掘った南のフォージュンクッティー青はネイビーと掘った南のフォージュンクッティー青はネイビーと掘った南のフォージュンクッティーネイビーと掘った南のフォージュンクッティー。ダイスさん、お前その言葉自分に返ってくるから夏めたいやつだな。じゃあな、まんまんおばあちゃんさん延長しないのかよ。ルナさん遠すぎ。みなみーんさん来た。あ、これ自動延長どうなってないか。イントライズさん、関さん、自動延長忘れてない。自動延長忘れてましたね。ダイスやりました。県 VRGM さん、もんちゃん姫を大事にしてあげて。J さん、R 姫。ルナさん、ガソリンの無駄遣いわら。日大さん、関さん。J さん、うんこ製造機さんは本日うんこしました。イントーアイズさん、関さん、エレンさん、熊谷行くの？いや、あ、熊谷まで行かないぐらい。ゆで卵さん、よっさんさんがおしっこをプレゼントしました。みなぶーんさん、配信で金が入るから無駄ではない。まあそうっすね。ネイビー命4号機さん、ネイビーと掘った南のベビーローテーション。支払いの話になるとすぐ逃げる脱税犯罪者さん、ネイビー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 。会員さん、人間だからうんこは仕方ない。J さん、関慎吾さんは配信業ですか、それとも古ごと企業ですか。まんまんおばあちゃんさん、スタバに行くなんて言ったら通報されそうだな。リムさん、ネイビーって何。ケン VRGM さん、うん、この色を知らないビーズ。ジンメイヌさん、ネイビーもクソだぞ。コブラツイストさん、同じ連投して楽しいのかこら。出身なんですか。まんまんおばあちゃんさん、ネイビーって何者。ネイビー命4号機さん、ネネ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 ネ。ジンメリヌさん、 VPN 経由で人を叩いている時点で自分が悪いことをしている自覚があるんだろうね。ケン VRGM さん、早稲田ってガチ。姫ちゃん、リモンさん、まだ連投しとるの。ジンメリヌさん、安全なところから人に危害を与えるやつはちょっとね。ゆで卵さん、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。 J さん、早稲田設定は今はやってないんですね。俺ハーバード大学卒業してるから。あれ、早稲田ってのは嘘っすよ。なんか昔早稲田卒業ってたけど、あれ本当は嘘なのよ。これハーバード大学なの。プレゼンターさん、ふわふわくまさんをプレゼントしました。ソランクーンさん、そう。エレンさん、昔ユイガって配信者もの組長設定やったね。 J さん、ハーバードわら。ネイビー命4号機さん、ねね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 ネイビーネイビー。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。ねね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 ネイビーネイビー。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。
デイビーデイビー紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。デイビー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 。ジェイさんハーバード設定きた。ルナさん出た。嘘つき英語話せないくせに。バイレー関さんルーマン中。脳みそ中腸頭蓋骨と交差した骨。絶叫絶叫土下座組合さんハーバード関慎吾。カキさん何学部ですか？ミナムーンさんピロ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 。J さんハーバードだから漢字が苦手なんですね。ケン VRGM サンサイガーのカリスマ。レッドさん勝手なこと言い、バネーにするな、悪いけど。ソランクーンさん高校は行かず飛び、Q でハーバード ?J さん、速報、関慎吾はハーバード出身。バイレー関さん、ルーマンジュー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 。J さん、ハーゲード。ゆで卵さん飛び、Q で、ハーバードすげー。ちなみに、ハーバード大学は何州ですか？ミナムーンさん、相原は東大卒。ソランクーンさん、荒れてるな。バイレー関さん、ルーマンジュー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 。J さん、ハーバード大学の学生証をプレゼントしました、10点。カインさん、数学は得意じゃないの？三角形の面積わかるだろう？三角形、三角形。マンマンおばあちゃんさん、ワイパー邪魔。三角形の何？あれですか？方程式ですか？面積の。ネイビー命4号機さん、ネイビーネイビー紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。ネイビーネイビー紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。ネイビーネイビー紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。ネイビー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 。猫パンチさん、居候と二人暮らしになったら遺産相続でバトルロワイヤル。ミナムーンさん、またか。バイレー関さん、ルーマンジュー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 ルーマンバイレー関さん、ルーマンジュー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 人面犬さん小学校だと思うぞ。ケン、VRGM さん中学の数学なんてもうとっくに忘れたわ。小学図形も。J さんハーバードでは何を学んだんですか？ハーバードでは何を学んだ？ソランクーンさん高校の数学はわかる？カインさん小学校だよ。三角形の面積。まあ、なんていうかね、何を学ぶっていうか。バイレー関さんレイプマ。埼玉県長瀞町大麻ボンド神975番地御さん、埼玉県長瀞町大麻ボンド神975番地御神吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。埼玉県長瀞町大麻ボンド神975番地御神吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。埼玉県長瀞町大麻ボンド神975番地御神吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。埼玉県長瀞町大麻ボンド神975番地御埼玉県長瀞町大麻ボンド神975番地御。エレン三角形は小学校4年生や埼玉県は。
レッドさん、ハーバード大学っていう名前の自動車学校があるのか、悪いけど。県 VRGM さん、ハーバード出身の配信お化け。柿さん、なるほど。ミナムーンさん、結局社会では大して役に立たん。ソランクーンさん、なんか言ってる。0時010分さん、お前飛行機乗ったことないだろ、わらわらわら。カインさん、0時さん正解。オズさん、スタバまであと。タベキ33号さん、むしろ教えてたとか。 J さん、速報、赤信号、ハーバード教授を超える頭脳を持つ。ユキさん、アホだから大丈夫、笑っている顔、大きな目。バイレー関さん、ルーマンジュールーマンジュー、レイプしたんだろクズ。ジンメイヌさん、気にすんな、生きていく上で三角形の面積を求めることはバレだぞ。ルナさん、妄想中のカッパ。ゆで卵さん、ネイビーブルーさんがバニラクリームフラペチーノをプレゼントしませんでした。バンバンおばあちゃんさんは夜つけよ。ケン、VRGM さん、無学者でも生きていけると祖父は言っていた。ワウンさん、今はハーバードじゃなくてスタンフォードなんだよな。イントーアイズさん、関さん、ボーナスで何買うかアドバイスお願いします。バイレー関さん、レープ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 。エレンさん、スタバ行くのにいちいち大変やな。J さん、竹市、ハーバード大学へ羽ばたけ慎吾。ルナさん、回の公式答えて。カインさん、ノートだから、チェイサーよりスピード出ない。ゆで卵さん、ネイビーブルーさんがバニラクリームフラペチーノの代わりにうんこをプレゼントしました。柿さん、バーバードに聞こえる。頭脳を持つシンゴさんはなぜあえて配信業という仕事を始めたんすか。ルナさん、回の公式知ってる。エレンさんは人気者は辛い罠。ネイビー命4号機さん、ネイビー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 ネビネビブータンネイビーブータンネイビー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 ネビネビブータンネイビーブータンネネ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 イビー命4号機さん、ネイビー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 ネビネビブータンネイビーブータンネイビー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 ネビネビブータンネイビーブータンネネ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 ミナムーンさん、うせえ。 J さん、R タント見たミュウツーの逆襲は面白かったですか。ケン、VRGM さん、邪魔怒り。ミュウツーの逆襲、なんかちょっと優しい気持ちになっちゃったね、あれ見た時。うん、なんかね、人面犬さん、映画見に行ったら、なんかあの家族でちっちゃい子連れて、なんかこう見に行ってた人がいるんですよ。ほんとちっちゃい子、なんか多分幼稚園とか小学校低学年ぐらいの子だと思うんだけど、そしたらなんかね、あのこうミュウツーの逆襲で、なんかね、あのね、ロケット弾みたいなやつ、多分ロケット弾だと思うんだけど、が、なんかこう、ピカ、いろんなポケモンを、なんかそのマスターボールみたいなんで、なんか全部なんかこう捕まえようとすんのよ。で、最終的になんかサトシのピカチュウだけが、こう、最後までこう残ったんだけど、そのピカチュウもなんかこう、ピカチュウもね、なんかこうやってそのマスターボールみたいなんで捕まえて、なんか捕獲して自分たちのものにしようとするの。で、それを、なんか、あの、ピカチュウがすごい怖がってめっちゃ逃げるのよ。で、サトシが、ピカチュウ逃げろとかつって、
で、それで、なんか、サトシがね、なんかね、すごい、結構怖いのよ。音楽とかもなんか恐怖をこう誘うような。で、そしたら、そのちっちゃい子が泣き出しちゃってピカチュウが襲われてるっていうんで、すごい優しい気持ちになった。ピカチュウが襲われてて、怖くなっちゃって泣いちゃったんだよね。そしたらさ、お母さんがなんか、お母さんだと思われる人が、泣くのやめなさいみたいな、他の人の迷惑があるからみたいな。担当子供作りたいと思いましたか？でね、結構感動シーンですよ。で、なんかサトシが体を張って、なんか自分の背中で、なんかそのピカチュウになんかマスターボールが当たりそうになった時に、なんかこう全部こう自分の背中で受け止めたんですよ。で、それで、ピカチュウ逃げろとかっつって。AB の地4号機さんねね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 ね県 VRGM3 ミュウツーの映画はいろいろ考えるところある。 J さんヨシエに似てるポケモンいそう。エレンさんミュウツーの逆襲は面白かった。バイレー関さんねね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 ね VRGM3 ヨシエルージュラ。なんかミュウっていうさ、すごいなんか神秘の伝説のなんか強そうなポケモンみたいな。でもその細胞で科学者たちがさらに強いミュウツーというものを作ってしまって、でそのなんかミュウとミュウツーが戦うあのなんかそのパワーバランスみたいな。バイレー関さんルーマンジュー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 。レッドさん脳が来たれば例にしてねえで、どんどん座敷片付けろ、悪いけど。熱くなっちゃうよね。エレンさん、ヨシエさんをポケモンに例えると県 VRGM364 のポケモンに出てくるルージュラ鳴き声キモかった。だミナムーンさん、ヨシエはポケモンラッキーじゃね。J さんヨシエってラッキーに似てるわら。バイレー関さんねね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 ゆきさんどうでもいいよ映画の話。狂った家族のあの狂った家族のババアに似てる気がするんだけど。レンさんヨシエさんがラッキー。俺バイオハザードのさなんかレジデントイービルかあれのパチスロ打っててさ、早くお食べとかって言ってさ、なんかこれヨシエさんいてねとかって思って毎回打ってたんだけど。わかりますよ、なんかあの VRGM3 ヨシエさんはホラーかよ。カピさんポケモンバラ。あのほら操られてるやつよ。命4号機さんネイビー掘ったネイビー掘ったなんかあの家族が操られてるじゃん。本当はおばあちゃんなんだけど少女の姿してるあのなんだっけなんていうんだっけネイビーさくらんぼちゃんさんはいバーバラアウさんヨシエはいしつぶてバイレー関さんネイビー掘ったネイビー掘ったねね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 ブータンブータンねね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 ネイビーネイビーねね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 掘った掘ったねね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 ネイビー。たぬき12号さん汚い料理出してくるおばさん W あれは怖いわら。レッドさんすんごおめえはその息子だぞ悪いけどおずさんちょっとわかるよ。ミナムーンさんバイオレット県 VRGM3 相原は風鈴J さん赤信号はポケモンに例えるとカビゴン。エレンさんヨシエさんはゴローニャとルージュラを足して2で割った感じや。タヌキ12号さんちなみに関さんの一番好きなポケモンは？リアルヨシエはあれだからね、早くお食べとかってさ、まともなものを作らせないで、まともなもの出さないで、本当に美味しくない、体にも悪そうな、
あのスーパーの惣菜とか弁当とかをレンチンして出してくるからね。それ出さなかったら贅沢だとか、お買って使おうとする、キッチン使おうとしたらめっちゃ切れ出すからね。これ以外食うなみたいな、これ早くお食べみたいなさ。ケン V ガール GM さん、もんちゃんはサーナイトかな、例えるならさくらんぼちゃんさん、リアル吉江原あのなんか狂ったあのおばあちゃんみたいなのがさ、これをなんかせっかく出してあげたんだからお食べよみたいな、ルナさんお前はハスグレロ、うんこみたいなもん出すじゃん、なんかほんと。エレンさん、シンゴさんを詰めるところが格闘ポケモンや、なんかさ、タヌキ12号さん、なんでキッチン使うと怒るのわら、寄生虫みたいなやつのさ、J さん、リアル吉江は腐った野菜を操る毒ポケモン、柿さん後片付けしないから、バイレー関さん、ルーマンジュレープ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 。ためき33号さん、この放送嵐がいて、賑やかだけどいなかったら寂しいよね、悪いけど。あんこさん、よしえさんは、マザーに。みなみーんさん、ベイカー、いえ。鈴木さんの大皿、アシーに。ケン、VR、GM、サンスカイリムの悪徳孤児院のおばちゃん。オタクを守る怪談長、日本国旗、バイツさん、うるさい。レッドさん、スンゴーは、その息子だぞ、悪いけど。エブリンだ、エブリンに操られてる。特命イベント盛り上げ、タイさん、短冊を10個プレゼントしました。バイレー関さん、オメフェが、うるせえよ、キモータヤゴミ。J さん、ヨシエって、地震起こしそうだし、口から火炎放射吐き出しそう。エレンさん、ヨシエさんに似てるの確かに、マザー2でいたね。アジーさん、トケラウの旗。トケラウの旗、トケラウの旗。あんこさん、ヨシエさんは、マザー2のラードナミンチに似てる。鈴木さん、ヨシエが病気だ、あれは。リースさん、部屋現状見たら、ヨシエが、切れるのは当たり前。匿名イベント盛り上げ、タイさん、天の川を10個プレゼントしました。絶対嘘、天の川10個だから絶対嘘でしょ。ヨシエ、重症大会かよ。ネイビーのち4号機さん、ホッタ南に謝罪しろ、ネイビーさんに謝罪しろ、マンコさんに謝罪しろ、ヨスさんとキンマイさんに謝罪しろ、ネイビーネイビーネイビー。アジーさん、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。エレンさん、ちなみにヨッサンはポケモンに例えるとなん？アジーさん、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。天の川とかさ、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。それも読み上げた気がするんだけど。ピに似てる。みなみんさん、バイオハザード目シリアルで作ったやつ YouTube 上がってんで、しかも公式のカプコンが。鈴木さん、バニラクリームか、あ、うらやまピー。柿さん、残念ながら。ケン、VR、GM、さん、朝倉みくるは、ポケモンに例えたら、もうグラードンだわ。みなみんさん、ヨスさんは、そうなんすかな。カッコカリさん、シンゴは、何かに似てる。J さん、R タンは、ポケモンに例えたら、ミュウツー。エビワラーとかサムワラーとかじゃない？ルーマンジュレープ、ルーマンジュレープ、ルーマンジュレープ、エビワラーかサムワラーなんじゃない？マンマンおばあちゃんさん、天の川を2個プレゼントしました。アジーさん、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。リースさん、ヨシエは、こんな親不孝が息子で、かわいそう、小ガチャ大失敗。脳みそ中、腸頭蓋骨と、交差した骨、絶叫絶景土下座組合さんかっこいい。俺多分ポケモンに例えたら多分ピッピーだよね。エレンさん、ヨシさんは、ポケモンに例えると、カビゴンや、俺ポケモンに例えたらピッピーだと思うわ。J さん、関信吾は太ったバリワード。鈴木さん、シャリンガン、ウオーオー。イントーアイズさん、関さんはアルセウス。カッコカリさん、脳面面だよな。カインさん、天の川ナイス。トンニーさん、天の川来た。え、嘘、本当に来た。J さん、ピッピなわけない。ネイビー命四号機さん、ねね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 ネイビーネイビーねね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 ネイビーネイビーねねねねネイビーねねねねネイビーねね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 
アジーさん花火を10個プレゼントしました。そもそもなんかポイント言ってなかった気がするし。ケン VRGM3 ピッピわらわら脳みそ中上頭蓋骨と交差した骨絶叫絶叫土下座組合さんよとさんってなんかあったの。はてなマーク赤はてなマーク赤 J さんどちらといえば吉江の方がピッピ。みなぶんさんルンパッパ J さん赤信号ヤドランに似てるわら。鈴木さん都会を走ってるじゃない。イントーアイズさん北関東リュースさんお前は青鬼にそっくり。ケン VRGM3 ヤドランかヤドラン赤信号。ユキさん笑い転げる顔笑い転げる顔笑い転げる顔。関純子さんスターマインと招き猫をプレゼントしました。エレンさんヤドキングや J さん赤信号はエスパーポケモン。ケン VRGM3 アイハラニドキングワライントーアイズさんデニーズヨロカインさんハイビスカスをプレゼントしました。アンコさんゲッティング関カッパさんカッパはゲッティングに似てる。 J さんヨシエは二度クインカワラマンマンおばあちゃんさん通報されてそう。ミナムーンさんアイハラエシツブテワラワラワラアジーさん南ジョージア島南サンドイッチ諸島の旗南ジョージア島南サンドイッチ諸島の旗南ジョージア島南サンドイッチ諸島の旗柿さん大分都会になってきたね。アジーさん南ジョージア島南サンドイッチ諸島の旗南ジョージア島南サンドイッチ諸島の旗南ジョージア島南サンドイッチ諸島の旗エレンさん吉江さんが二度クイーンはあり得る。ネイビー命4号機さん花火10個をプレゼントする代わりにネイビーとパンコと金梅をプレゼント。オタクを守る階段長日本国旗、バイツさん通報する ?J さん最初に赤信号にカッパというあだ名をつけた人は本当に素晴らしいセンスだと思う。ミナムーンさんわらわらわら。イントーアイズさん関さんはハゲじゃないちょっと頭が薄いだけ。アジーさん南ジョージア島南サンドイッチ諸島の旗南ジョージア島南サンドイッチ諸島の旗南ジョージア島南サンドイッチ諸島の旗。もうすぐスタバつくぜ。カインさん誰かっぱってつけたの。エレンさんビリケン先生でヨシエさんの BGM がゴジラやったね。 J さんガールとのデートで履いてた白いズボンってまだあるんですか。アジーさん南ジョージア島南サンドイッチ諸島の旗南ジョージア島南サンドイッチ諸島の旗南ジョージア島南サンドイッチ諸島の旗。ケン VRGM3 長いドライブだな。塩ジュース飲みたいさん襲撃していい。柿さんこんなに走ったから食べ物も買おう。まんまんおばあちゃんさん遠すぎ。エレンさんガールさん懐かしいな。 J さん赤信のニート生活は何年目ですか。ケン VRGM3 ガソリンどんぐらい消費したのか。バイレー関さんルーマンジュレープ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 ヒカハンさんあのした人か。イントーアイズさんダイソーよろう。カインさんノート燃費いいべ。 J さん赤信号の顔の油が石油だったらよかったのに。関吉エサン使用済みのをプレゼントしました。エレンさんここ深やか。ミナムーンさんチェイサーが燃費ゴミすぎる。 J さん石油ケン VRGM3 削除しても音声残るの嫌じゃない。レッドさんどんどん羽ばたけすんごー悪いけど。ルナさん電波バクル
多分これ 5G と 4G に切り替わっちゃったりとかするからだと思うんだよね。バンバンおばあちゃんさん思い、関吉エサン使い捨てのおむつをプレゼントしました。マジダリーさん惑星石信号。J さん石信号さんは吉江さんが巻きならどうやって生きていくんですか。んだやばいやばい、今左見てたら赤じゃないか。うわ、こんなとこできたんだ。エレンさん、信号さん、人気者は辛いね。ラーメン、オタクを守る階段長、日本国旗バイツさん、スマホの機種は。こんなとこできたんだ。ミナムーンさんなんだ。飲食店ができてる。これ多分最近だよこれ。カインさん、ラーメン食うのか。埼玉県長瀞町大麻盆野上975番地5さん聞いてる聞いてる。お腹そんな空いてないんでね。ミナムーンさん、イコヤ。でもチャーハンしか食ってねえな。でもなんかチャーハンが結構重かったからかな。ボンちゃんさんはいいけど私の分も買ってきてくんねえかな。J さん、またマドカマギカのコスプレしてください。コスプレのパーツがなくなっちゃってね、また買わないとだよ。ミナムーンさん、今度行こうず。エレンさん、しかしまあ1時間かけてスタバって大変やな。大変だよ。オタクを守る階段長、日本国旗バイツさん、ここどこ。これ何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 猫。あんこさん、ドラゴンボールのコスプレもして昔野沢雅子のコスプレしたけどね。J さん、関さんは将来的にどうなりたいんすか。ミナムーンさん、ジルのコスプレ面白かったぞ。ケン VRGM サンルージュラのコスプレしてよ M。 J さん、野沢雅子の仮装懐かしい。おい、なんかね、ガラのコスプレしたいんだけどね。これ何、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 ハゲ。関純子さん、これ何、これ何、ハゲ。ガルのコスプレ40万する。エレンさん、昔ドラゴンボールのコスプレして吉江さんにカメハ打ってたよね。J さん、前田敦子の被り物ってまだあるの。いや、わかんない、どっかあるかもしれない。オタクを守る階段長、日本国旗バイツさん、ガロ。行け風のごとく、南ジョージア島、南サンドイッチ諸島の旗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 。あんこさん、ドラゴンボールさんは懐かしい。ルナさん、うるさい歌うな。ジンメリヌさん、ケンチャー悪いケント、ガロコスはシンゴさんの大抵じゃぶりだぞ。ユキさん、下手くそ。J さん、シンゴさんのお部屋にある黄色い鳥のぬいぐるみ欲しい。ケン VRGM3AKB のあの黄金メンバーもう流行り、とっくに終わりだからな。南ジョージア島、南サンドイッチ諸島の旗、南ジョージア島、南サンドイッチ諸島の旗、南ジョージア島、南サンドイッチ諸島の旗、南ジョージア島、南サンドイッチ諸島の旗。リムさん、家に眠るお宝発掘の配信しよう。バンバンおばあちゃんさん、黄色い鳥って名前のぬいぐるみだよ。橋本幸宏さん、 NGT 事件とコロナで AKB グループ崩壊。南ジョージア島、南サンドイッチ諸島の旗、南ジョージア島、南サンドイッチ諸島の旗、南ジョージア島、南サンドイッチ諸島の旗、南ジョージア島、南サンドイッチ諸島の旗。ルナさん、黄色い鳥黒ずんでるよわら。 J さん、吉江の若い頃ってユキリンに似てるって本当ですか。南ジョージア島、南サンドイッチ諸島の旗、
3南ジョージア島、南サンドイッチ諸島の旗、南ジョージア島、南サンドイッチ諸島の旗、南ジョージア島、南サンドイッチ諸島の旗。世界一のユッケの動画で見たんだけどさ、エレンさん黄色の鳥のぬいぐるみ2000円で買う。エスカルゴのオーブン焼きあるじゃん、カイさん所沢のぬいぐるみ、あれのさ残った汁とかにさ、ユッさんゴミしかないわら、ポカッチャっていうなんかのナンみたいなの頼んでさ、その汁つけて食うの美味しいとかって言ってたけど、美味しいとか言ってたけど、めっちゃ美味しそうだった。南ウーさん、ヨシエは麺食い、あれあんこさん黄色い鳥、部屋が綺麗だった頃からあるね、あれ見てからやばい、過ぎちゃった。あ、こっから行けるかな。うわ、出口専用って書いてある。マジか。 J3 黄色い鳥は席の部屋の子さん、これ配信してなかったら行くんだけど一応出口専用とかってあるんだけど。人面犬さん、サイゼリアで食えるぞ。ミナムーンさん、 U ターン。橋本幸宏さん、出口専用。あ、こっから行けんじゃないの。ゆきさん、アホだな。エレンさん、出口専用。カインさん、出口専用から行くのか。J さん、出口専用イコールケツの穴。あれ、え、あれ、これやってる、人面犬さん、ね、逆走はまずいだろ、わらわら。これやってるよね。あ、やってるか。あれ、カインさん、埼玉便利だな、買い物、福島は加点。J さん、R タンと交際していた頃の慎吾は面白かった。なんかさ、雑談ハムスターの顔、田中さんなんかさ、サムネ、ね、トッピングとかもいろいろできんだよね。なんかホイップマシとかなんか、それは車落書きでお世話になったという。橋本幸宏さ ん、まあ、ん皆さん今から道交法違反を見れますよ。県 VRGM3 やっと着いた。J さん、埼玉県秩父郡って変な名前、玉田の父だの。ミナムーンさん、動画撮ってると交通流いろいろビクビクよな。関よしえさん、しんご、私の分のキャラメルフラペチーノも買ってきてくれる。カインさん、カインズは俺の店。ミナムーンさん、並んでるな。まんまんおばあちゃんさん、通報されそうだね。おまんこさん、やりたい。エレンさん、ここからスタバ行って帰るのつらいだろう。 J さん、うんこ製造機の材料を仕入れるんですか。アウさん、今ガーシーの生放送見てるんやけど、えな、ここどもいるらしいぞ、5年前に。嘘だ、嘘でしょ、絶対嘘、絶対嘘、嘘でしょ、えなこが5年前に子供って嘘でしょ、絶対嘘だよ、ね、ワンマンおばあちゃんさん、セックスし対応わらわらわら、絶対嘘でしょ。橋本幸宏さん、スタバに似つかわしくない男が今からドライブスルーします。本当だったらめっちゃショックなんだけど。埼玉県長瀞町大麻盆野上975番地5さん、スターバックスカインズ熊谷籠原店。埼玉県長瀞町大麻盆野上975番地5さん、スターバックスカインズ熊谷籠原店。全然売れなかったみたいだけど、日の出を見ないままでもコスプレイヤーに転身してからなんかすごいドカっていったよね。まあでもえなこも結構今いい年だよね。今27か8でしょ今。ミナムーン38、 J さん、ハーバード時代もスタバ使ってたんですか。なんかすごいロリ顔だしさ、なんか28とかに見えないけど、あと最近ドカって言ってるし、最近ドカって有名になったしさ、あとなんかこのロリ顔だからなんか普通に20歳ぐらいって言っても全然違和感ないんだけど、意外と言ってるんだよね。エレンさん、自分も良い年やろ。ミナムーンさん、やな。
まんまんおばあちゃんさんケーキも買え。我が犬さんスタバの濃厚ホットチョコ美味しい。J さんよしえもロリカオ。橋本幸宏さんえなこは母乳出そうな顔してる。ケン VRGM さんマサチューセッツ大学とは自称しないかさすがに。エレンさん、ヨシエさん、ロリが終わら。マコさん、ヨスさん、元気してるの？橋本幸宏さん、エナコは多分パフィーニップル。埼玉県長瀞町大麻盆野上975番地5さん、スターバックス会員ズ熊谷籠原店。スターバックス会員ズ熊谷籠原店。J さん、エナコの母乳を貪る関心号を想像してしまった。読み上げ一回見てよ。こんにちは、ドライブスルーのカニオール。あれ？え？こんにちは、はい、ドライブスルーのカニオール、ありがとうございます。ご注文お伺いいたします。あ、バニラクリームフラペチーノ。はい、バニラクリームフラペチーノ。のサイズがですね。はい。サイズ見ますか？あのカップサイズ見ますか？ああ、すいません。あ、中くらいので大丈夫です。中くらい。はい。中くらいっていうか、なんて言うんだろう。あの4サイズがない。ああ、じゃあグランデで。グランデサイズで。はい。はい、かしこまりました。続けてお伺いいたします。あとですね、一回この画面消してもらっていいですかね。はい。あれ？消えてないんですけど。あれ？あ、消えた。ですね、ストロベリー&ユースベリーティーのこの一番ちっちゃいやつ。すいません、こちらソルダウトですね。はい。ああ、ソルダウト。あ、じゃあ以上で大丈夫です。先生、早速終わらせていただきます。本日フラペチーノお一つでよろしいですか？あ、はい。はい、ありがとうございます。車内ですぐにお召し上がりですか？あ、はい。はい、では私で失礼します。あ、はい。はい、そちらの内容お間違いなければゆっくり前方へお進みください。あ、はい。ありがとうございます。はい。思ってるよ。なんで途中で変わったんだ人。J さん面倒くさい客だぬ。ボンちゃんさんチュッチュロ。なんで人が途中で変わったんだ。ユキさん小さいやつ。関カッパさん頭悪いからサイズの読み方わからないんだな。もしかして。カインさんどんどん込む。なんかこいつやべえやつだみたいな。男に変わったわら。こいつおかしくねみたいな感じ。橋本幸宏さん先輩出てきた。俺に任せろみたいな、そんなやりとりない。ミナムーンさんわらわらわら。なんふと。カキさんいつも挙動不審になる。るこんな。びっくりまあさんさん親切な人、うん、エレンさんチュエンジされた。塩ジュース飲み途中で変わるとかあんまないよね、うん、声だけ聞いたら好青年。あ、でもね、俺声がイケボだとか声がいいねとか聞き取りやすいねとか、慎吾さんの
配信をねラジオ代わりに聞いてて、夜中横になってるとこもりぐなんかその声がすごい心地いい、なんか声の質もね心地いいし、喋るテンポとかも落ち着いてるからすごい心地よくて、なんか子守歌みたいに眠くなっちゃう、すぐ寝ちゃうとかってよく言われるんですけど、これマジで女の子によく言われるんですよ。これガチで言われるからね。今日時間かかるな。結構長いですね。なんか複数いろいろ頼んだんじゃない？なんか結構長いよね。大丈夫です、はい、ゆっくりで大丈夫です。あ、はい、500いくらですか？584円。100円玉5枚とかに変えても大丈夫ですよ。あ、マジで大丈夫です、大丈夫です、はい。
ちょっとだけ神対応だったなんかちょっとなんかさ、俺さ、お会計しようとしたらさ、なんかさ、あのこのブレーキ踏んでたんですよね。ブレーキ踏んでて、でそれであれお財布出さないとって思って、どこかなと思ったらブレーキ一瞬こうなんかパってなんか踏むのをこうやめちゃって、これオートマだから、そしたらちょっと一瞬進んじゃったというか、うわーみたいな、ちょっと進んじゃってるじゃんみたいな、大丈夫ですかみたいな言われて、まあ、クリープ現象じゃなくて、なんて言うんだっけ、あのこう勝手に進むやつ、オートマのあのブレーキを踏むのをあのやめたら進むやつ、なんだっけ、ね、うん、ゆっくりでいいですよ言われた、うん、ということでね、